兄さん。もう湯あたりで倒れるなんて。大丈夫ですか？すみません、私少し羽目を外しすぎちゃって。聞けばさっきまで入っていた秘湯は旅館の離れにあるただの露天風呂で、好みの異性といいことができるという逸話のあるところらしい。まったく温泉ライターが聞いて呆れる。